後ろにそびえ立つのが今回泊まるザ・タワーです。僕たちはザ・タワー2に泊まってもらいます。じゃあね。翔太君に似てる人いる。あの外に座ってるさ、ね、めっちゃ似てるよ、ね。似てる。おお、なんか学食みたいです。海鮮丼と鉄板焼きがあります。ちょっと行ってきます。行ってきます。うん、美味しい。カニ味噌汁めっちゃ美味しい。これは綺麗じゃない？南のビーチでーす。サップみたいのもあるよ。ね。うん。いろいろできるっぽい。うん。雲海ゴンドラ。時刻は6時6分。そして我々は今からあそこかなと思われる雲海テラスを目指します。そしてその後あの山トマム山を登山したいと思っておりますが、ハルシさんからは断られております。30分程度であれば登ってくれるということでありますので、そのようであることを願っています。私の後方は、ハルシちゃんが一切興味を示さなかった展望カフェでございます。え、弓江さんがあります。かわいい、雲海って書いてる。ねえ、面白いね、うん、いい、怒らなくて。ん？父の日に怒らなくていい。確かに、面白いね。え、こんにちは。こんにちは。雲海テラス、雲海テラスじゃないでー。これ、タイナニックできる。クモのベッドみたいな。クラウドベッド。ハリちゃんしなくて大丈夫？大丈夫。あ、面白くなさそうだからみんな並んでね、うん、すごい道を通っています。トマムの登山です。もうすぐ山頂だと思います。ちょっとそこおならしたから残り があるかも。やばいよあるある、もう一度着くよ。痛い。39m 着きました。イエイ。すごいよね。20分くらいかな、うん、ぜひ来てみてください。あとペットボトルくらい持ってきた方がいいと思います。ここはなんと遊歩道です。はい、これから朝ごはんを食べに行ってきます。レッツ
ゃあ。いただきましょう。急に始まる。名物フレンチトーストでございます。お供え物は、お供え物なんだっけ、ほおずき、うん、とたっぷりのなんだっけ、生クリームでございます。はい、これをいただくと思うじゃないですか。最初はやっぱり野菜です。うん、だね。白髪を抜かれております。ハンモックをね、今探してるんだけど、それと同時にユウくんの白髪もたくさん探してます。ここに集中点在しております。